はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモリです。つい先週ですかね、金曜日に、活動をビーモリで再開しまして、まあ、一応ねオリックスバファローズの試合を3試合ねちょっと語らせてもらったんですけど、楽天3連戦ね、はい、まあ、結果的にオリックスはその楽天3連戦で3連敗しました。はい、同一カード3立てくれました。はい、ただ僕ビーモリではそこまでブチギレはしなかった、うん、だってオリックスが同一カード2年ぶりに3連敗してんで、うん、最終戦なんか内容ひどかったよ、うん、でも俺ブチギレなかった、うん、なんでか反省してるから、はい、やっぱ俺もちょっとそのやっぱねそんないいことをしなかったと、うん、っていうこの立場上、うん、リックスが3連敗しました、はい、いやでもブチギレたいとこやけど、でも俺もやらかしてるしなっていう、うん、っていうところであんまり強く言えませんでした。そこはね、ちょっとやっぱ最初の3連戦はちょっとそこをわきまえる必要はあったのかなと思ってます。別に後悔ありません、はい、しかしですね、オールスター明け今日からホークスと、首位のホークスと、3連戦、うん、もうすでにゲーム差が 15.5 この試合までで広がってましたが、本当ここでね、もう負け越しでも終わりっすよ、もう、うん、やばいよっていうところで、ちょっとここからほんまに気を締めてね、最後の優勝という可能性にすがりつくんであれば、この3連戦絶対重要というところで、この試合からは、すいません、本気で行かしてもらいます。はい。ということで、本日オリックスバファローズ、ホークスに、5対1で負けました。すいません。はい。まず大前提として言うのは、しっかり僕は今締めてますんで、はい。その前提で言わして、あらっとじゃー、何も変わってへんやん。いやいや、俺今日は俺も遠慮しないよ、ごめんやけど、今日負けて何もこれで5連敗、うん、いやもうやばいどころじゃないって、ほんまにこれでホークスと 16.5 ゲーム差今ね、かつてプロ野球の歴史でね 16.5 ゲーム差なんてゲーム差をねひっくり返したチームはないんですけども、はい、それで優勝やーっつって、4連敗やーっつって、もうふざけたこと抜かしていっちゃうぞお前、おい、正直もう勝てるビジョンが今ありません、ホークスに、はい、うん、ホークス打線もね、宮城投手がね、2回以降は完璧に抑えてくれました、はい、2回以降はね、はい、2回以降はヒットゼロですよ、2回以降は。素晴らしいピッチング、素晴らしいピッチングです、はい、2回以降は、しかし初回ですね、はい、2アウトを取ってから、栗原選手にヒット打たれて、山川選手に、先制ツーラン浴びました。レフト前かなと思ったんやけど、あの弾道で結局テラス越えてスタンドまで行きましたね、はい、いやボール飛んでる、オールスターからボール飛んでる、いやまあまあね、山川選手のパワーもすごいんですけども、どすこいはないやろ。でそっから近藤選手にもツーベース打たれて、正木選手にもツーランホームラン、はい、まあ、初回でまさかの4失点です、はい、まあ宮城投手がここでホームラン2発打たれたのはまあ事故みたいなもんや、だって2回以降のピッチングが物語ってるもん、完璧やった今日は。初回はまあ事故みたいなもんやと思うんですけど、ただ4点を事故で済ませれるレベルの打線ではないんですよ致命傷っすよ、大事故っすよいやそれはね、前世紀の山賊打線とか今のホークスとかなら初回に4点取られました、あーまあそういう時もある、宮城ならそういう時もあるみたいな感じでね、うん、事故や事故やって済ませれるかもしれん。今のオリックス初回に4点取られたらもう致命傷なんですよ、もう、うん、そんなもらい事故とかで済まないんですよ、はい。実際オリックス今日打線相手のスチュワード投手に完璧に抑えられて、はい、なんか本当にねもう打てるビジョンが見えなかった、はいはい、もうこの前の楽天戦から、うん、もう正直なんか打てるビジョンが全く見えないというか、はい、しかしねこれ唯一のチャンスかな、うん、7回かな、はい、7回これね、まあ、ラッキーな形でね連打が出て結局2アウト満塁までね、来ましたということで、はい、この2アウト満塁の大チャンスで、これ大里選手のところやったんですけども、まあ、大里選手ね普通にまあ、今のオリックスの選手比で言うと、まあ、そこそこ期待できるバッターではあるんですよ。ようやってる方やと思う、大里選手はまだ。うん。ってところに、代打です。はい。代打。トーマス。CD!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  これは
はどういうことなんでしょうかね。はい、見る人によっちゃね、なんで大札使わんねんっていうね、考え方もあるかもしれないですよね。ただ俺はトーマス応援してる。だからここは俺は期待をかけた。まだトーマスはこの打席まで、15打数ノーヒット来日して、はい、ヒットなしです。ただ俺はトーマスを信じてるよ。今ね、エスピノーザとカスティーヨがローテの関係上抹消されてるんで、外国人枠がたまたま空いてるんですよ。セデーニョが昇格してきても。ただエスピノーザとカスティーヨが来週戻ってきたら、セデーニョか、トーマスのどっちかはおそらく落ちるんですよね。だからもう最後の瀬戸際なんですよ、トーマスの。はい。ここで結果残せなかったら、もう来週には1軍にいない可能性が高いと。最後の瀬戸際。もう2軍暮らしは嫌だろ、CT。また俺、CT イコール1軍でさせてくれよ。まだやってへんからね。うん。CT。ここで男あげろ。やってくれー！ショートゴロアウト。はい。この回結局相手のワイルドピッチのみでの1点で終わりました。はい。CT ほんま！これで16打数0安打。おい。もう機関車トーマスなんだって、お前。機関車ってカエルの方の機関ね。うん。機関車トーマスなってまうって。二軍に機関車トーマスなってまうって。一軍ってなんか結果残してくれよ。爪痕ぐらい残せよ。ヒットゼロよ。バレラベロですらヒット打ったからね。なんならホームランも打ったからね。打点も上げたからね。CT 今のところ、俺が今まで散々ブーブー言ってきたバレラベロとか、シュウィンデルとか、そこよりダメやからね、CT 今。何かしら結果残せよ、CT マジで。来週、おそらくエスピノールとカスティーヨ上がってくるから、うん、そこまでに結果残さんとほんまに終わるで、CT。もうタイムリミットは、このホークス3連戦だと思うんですよ。だから、もう明日、明後日で、結果、何かしら爪痕残さんと、やばいよ、CT。機関車や、ほんまに。てれつてつてれてれつてつてつててれつてつてれてれつて。ピットブルちゃうね。ということでね、はい。うん。まあ CT のね、まあ CT だけの問題じゃないんだけども、結局、本当に打線が今はマジで打てないです。はい。これで5連敗。もう、首位ホークスと 16.5 ゲーム差。今まだ日ハムが試合やってるけど、日ハムが勝ったらもう3位ともね、ゲーム差が離れてしまうっていうことで、オリックスが結構もう熾烈な3位争いから置いてかれつつある。うん、まあ優勝も狙いたいとこやけど、もう3位争いからも置いてかれつつあるんよ。どうすんの ?3 位は俺、3位入れんのはほんま話だなよ。優勝もまだ諦めたくないけど、これ3位には入らんとやばいよ。そろそろ現実を見なければいけない時間が近づいてる気がするぞ。本当に。本当に最後の踏ん張り時やと思うんですよ。このまま置いてかれないために。ホークス、ね、これ初戦宮城投手で取ってっていう前提で考えてないけども、落としてしまった以上はもうここから2連勝するしかないですからね。最後まで食らいついていくために。はい。分かってんな、ポンちゃん。お前、ポンカス。なあ。久しぶりに登場ですけどね。最近お猿のジョージのバファローズバージョン買ったんですけど、はい。お前もうそのポジションお前ジョージに、お前変わろうか、ジョージ俺んちおるけど、うん、なあ、お前危機感持てよジョージみたいな。はい、ということで、うん、まあこんな感じで、まあガンガン忖度なく、うん、行ってく、やっていくんで、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ということで、フルエイテムレー